7番の藤沢洋介がまずは切りました。3番の奥谷、そして乗っている4番竹地和人、9番の飯塚は中段の4番手をキープ、1番の北野義晴は後方7番手に引いていますが、すぐに巻き返していきそうでしょうか。ジャン前7番手からは1番の北野義晴踏み込んでいきます。赤番で切った7番の藤沢洋介待ち受けていますが、1番の北野義晴、北野が踏み込んでいきます。ジャンの4コーナーから直線です。ジャンの4コーナーから直線で前段叩き切って主導権は1番の北野義晴、マーク5番の萩浦美沙が無風で回れるかどうか。7番の藤沢は飛びついています。藤沢は飛びついて5番の萩浦美沙、両者が競り合っている。2コーナー回ってバックで、その真後ろは3番の奥谷博美、8番の辻は遅れました。バックから3コーナーカーブで番手は5番の萩原、守りきっています。後方からは9番の飯塚直人まくっていきますが、現在は3番でアウト、持っていったのは3番の奥谷博美だ。4コーナー回って直線では前の2人か、先頭1番の北におっしゃる、1番北野が先頭だ。そして後ろから5番の萩原美沙を、3番の奥谷博美はいお疲れよいしょ、はい頑張って、力めちゃくちゃ頑張った。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。いいな、その優勝で中大ちょっと見たし、そう、すぐにないし、ギリギリ間に合った。うん、新車です、新車です。うん、ちょっともう壊れて、掛け合わせのやつにずっと乗ってたんで、うん、2キロ始めに間に合ってよかったですね。頑張って清水、結構連携ってはい、S 級でもありますよね。S 級何回かしますね。うん、うん、はい、場所もちょっといいと思う。まあちょっと明日はまたみんな楽しんで、あ、なります、誰ですか、北野さん、山田さん、藤野さん、宮田さん、三沢さん、もうまた来でしょ。はい、はい、発信させた方がいいです。また来たのがもう全然踏んでなかったから、ジャンで行くんかなと思ったら、やんホームで思いっきり行ったら出れるなと思ったら、ゆっくり行ってあ、もう粘られるわなと思いながら、まあ、先行ったで、ね、で俺が掘り込んどったら来たの思いっきりかけてたもん。おまけに審議もなってね、来たのな、やろうわ、ほんまに三沢さんのために来るってな、もう口ばっかりだな。明日は5人敵同士が、あ、そうなん、あと宮本さん、あいつらどうするかやな。頼んだ時はあ、もう一緒に別戦やったら別戦でしょ。あ、それはもう決めてもらったし、あいつらが2人で走んやったら俺はギリギリ行こうかって。それもないな。あ、前で頑張らせてくれ。ワンチャンレースもあるっすよ。山田さんの方から、まあ、自分が甘いね。そうですね、はい、その後ろ回ることもあるかもしれない。はい、わかりました。フィッサーもめちゃくちゃ調子いいみたいなんで、うん、今回お勉強させてもらうとか、マグリオ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 リ